はい、はい、ウィークリーチェックのコーナーです。はい、よろしくお願いします。はい、します。寒いです。寒いですね。はい、はい、今日は朝マイナス3度でした。マイナス3度天気が良かったからまだ良かったですね。風が強かったので、一等は泳ぎだったみたいな。そうですね、それに比べればマシですけど。はいはい、AJCC ですね。はい、今週はまあ良かったのは、マイケル・フロスト、はい、ウッドで、はい、5波68秒3、ラスト13秒4で、合わせ馬で編入した形なんですけど、はい、まあ、あの中2周ということもあって、まあ、前走がもう本当にすごくいい状態だったってことで、もうそれを維持する感じで、そんなに強くやる必要はないというような感じで、はい、まあ本当に好調維持してるなという印象ですね。はい、あの一時期はちょっと実績の割には成績が振るわない時期ありましたけど、本当に調子取り戻して、まあこの中山コースなんかもやっぱりレース運びうまいんでいいと思いますし、はい、引き続き期待できると思います。はい、あとなんかもう一頭ぐらい、まあ追い切ったのは4頭しかいない。そうなんですよね。まあステラウィンドウが同じ中山金牌組なんですけど、はい、これはもう直線で、最後姉妹重点でいっぱいに追われて、ウッドで68秒9のラスト12秒8と、こっちはもうびっしりと単走でやった感じですね。はい、まあもう中2周でもう、こんだけびっしりやれるっていうことは、まあ疲れもなく、体調もいいっていう証拠だと思いますし、まあ、やっぱりこの馬も、適性的には期待できる馬だと思います。はい、まあ、そんなとこだね。そうですね。はい。はい。つか、じゃあ東海ステークス。はい、こちらはね、抜群だったのはロンドクラス戦。ああ。まあ前2頭を追いかける形にして、まあウッドで、まあ68秒8のラスト12秒8馬なりだったんですが、まああの合わせ馬にならなかったので、まあ突き抜けちゃったんで、ね、合わせる間もなく突き抜けていったんでね。単走扱いになってますけど、かなりいい動きで、まあ、ちょっと感覚は空きましたけど、体勢は万全かなというところですね。はい、あとはロアジャルダン、こちらはね、先週がいまいちの動きだったんですが、まあ、今週はウッドで、まあ、合わせるまで69秒0のラストが39秒3の12秒8。まあ、軽くゴール前仕掛けられただけで楽々1馬身先着したんで、先週よりもだいぶ動きはキレが出てきていますんで、まあここは展開が向きそうなメンバーになってるんで、うん、そうですね、うん、モンドクラッセとロアジャルダも対照的な、そう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 、まあ先行馬がなんとか強い先行馬がいるんでね、まあこの馬向きの流れになりそうな雰囲気ですし、それに応えられるだけの状態になっているとは思います。はい、まあ、あとはまあまあまあ大体まあ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 な感じですね、他の馬は。はい、まあ、まあ、木曜かなりたくさん追い切りが残っているので、はい、はい、その後でまた注目してください。はい、行きます。